夏美ちゃんと美香さん足したらまさにユズのような夏美美香夏美感、これしかないでしょ。夏美感ちょっとヒット曲目指して、実を言うと夏美感用の曲作ったんです。もう嘘でしょ。この期間にコロナ騒動の間に嘘でしょ。作ってもうすごいポップなキャッチーなやつをとりあえず作ったの。嬉しい。それとあともう一曲はバラード調のものは二人に歌詞を書いてもらうと。うん。それはもうなんか2人で相談してこれから作っていこう、その段階も記録していきたいなと。2人の成長、デビューまでの成長期をちょっと YouTube で紹介していきたいなというふうに思ってるわけですよ、という感じです。これがもうゴリッゴリのバンドサウンドになるから、バーンってすごいポップな感じになるので、で今日決めたいのがまずキー確実に決めること、一応なんかコンセプトはユズに近いので二、はい、人ともギタージャカジャカぐらいはできるようになりたいなと。ジャカジャカ、ジャカジャカ頑張ります、頑張りましょう。なんで二人ともで今日二人のコードも伝えます。それぞれ二人とも2本のギターでやるのは別のコードでやります。やばい、ミスれないやつ。うん、あの、ミカさんは C を中心にしたキーを今一生懸命練習してたので、はいはい、C のコードなんですけど、小さなときめきのですね、キーで D マイナー、 D マイナー7、はい、ありがとうございます、うん、なのでもう今やってるコードの延長上なので、はい、できます、頑張ります、うん、できます。でなっちゃんの方ね、はい、でなっちゃんは2カポの D でプレイをします、はい。なんか結構ミカさんが歌詞を考えると、うん、なんだろう、私より爪ちょっとなんだろう、うん、一音に一文字とかじゃないんですよ。ああ、畳みかけるっていうか言葉が若干ですよ。でも私はちょっと間延びして、いやなんか違うなと思いました、はいはい、思い出すとか、はいはい、すごい何回も出てきたからやっぱここかなんかサビなんじゃないかみたいな、あなるほど、一番だったものがサビになって、うん、みたいになりましたね。その世界観を語りかけるようにこれをちょっと主旋律を歌ってみます。一人で駆け抜けた寂しさが滲んだなんかでも顔になってるんですね、ちゃんと なってますね。いやしゃくれになるだけでしゃくれてる人だなって、もその笑いそれで笑われるとねしゃくれが余計目立つんですよ。これにサングラスをかけるとやーやばい人パリピみたいな、でもなんかちょうどいいサイズ感なんかさ、こういう婦人いるよね夏の日焼け対策してる人一応ね、なっちゃんの分もあるのそう、2パターン取ろうかなと思って。なるほど。でも、これはこれでありかも。これはこれでね、コンセプト的にいいよ、ね、すごいよかった、よかった、すごいよかった。だって普通に顔出してると普通すぎて紛れちゃうけどそうそうそう、インパクトがあればインパクトがね、できた、おかえりマダムっていう曲
えてる。おかえりマダム。ミカさん。おかえりなさい。ミカさん。ミカさん。超すごいね。超可愛かった。めっちゃいい。めっちゃ可愛いよね。めちゃくちゃ似合ってる。それでは今週のゲスト夏みかんのお二人です。じゃあまず自己紹介からお願いいたします。夏みです。夏みです。夏みかんの夏みさんですね。はい。そして夏みかんのみかでーす。みかさんでーす。この夏みかん皆さんお気づきでしょうか。夏みかんの中に2人のね。忘れてた名前が入ってるんですよね。だから夏みみかで夏みかんなわけですよ。すごいですね。もう2人でこう組んで新曲というかデビュー曲をね作りましょうという話になって、そっから2ヶ月ぐらいかな、ね、2ヶ月ぐらいでいきなりもう曲を、2人とも全く曲作ったことないんですけど、いきなり作詞にねチャレンジをしてもらいまして、自分たちでデビュー曲を書いたんですよ。でそれにまあ僕曲を付けさせてもらいまして、それが曲のタイトルは季節が巡るたびにです。季節が巡るたびに、これはどんな曲なんですか。夏の恋愛を、夏の恋愛を複雑な乙女心を詩に表しました。これ後ろにね今ちょうどかかってますけれども、なんかバラード調です。ごくなんかちょっと切なげな曲ですね。こんな恋愛をしていたってことですかね。スジメション NG ですね。ファンの夢を壊さないためにちょっと、あ、そうですよね。お二人はねそういうダーリンはいるんですか。じゃあノーコメントでお願いします。ノーコメントで、そういうこと聞いちゃいけないんですよね。聞いちゃいけないんですよ。あ、ノーコメントということで、そうだ、ミュージックビデオもね作りましたからね。はい、ぜひ見てください。そう、最初に仮面バージョンをね作って、仮面バージョンも可愛いんですけれども、素顔バージョンがこれついこの間公開されまして、素顔バージョンもやばいじゃないですか。めちゃめちゃいいじゃないですか。イエイ、ありがとうございます。で、季節が巡るたびにと、そして7月の23日になっちゃう。何をしましたっけ。プリーズプリーズダーリンという曲が出ました。イエイ、これまたあの季節が巡るたびに全然違ってね、本当にポップな、まさに夏みかんがはじけるような青春ポップになってるわけですよ。いやー、あのプリーズプリーズダーリンはちょっと2人で歌ってみて、どうですか。ノリのいい楽しい曲、楽しい曲ね。本当にこう夏、こう今出かけられないじゃないですかね。出かけられなくてこういう状況なんですけど、なんかこう元気になったね、外に思いっきりこう飛び跳ねられるような、そんな楽曲になってます。ぜひ、ね、皆さん聴いていただきたいと思います。あ、リスナーの皆さんに、リスナーというか視聴者の皆さんにですね、一言ずついただきたいと思います。それじゃあミカさんから。はい、皆さんの前で演奏できるように一生懸命歌も、うん、ギターも、ギターかな、楽器も、うん、練習するので応援してくれたら嬉しいです。ミカさんでした。サーナちゃん、まあここで出会えたので今後とも、うん、よろしくお願いします。